どうも皆さんこんにちは、ビジュメです。今回ですね、突然なんですけど、僕あの果物の中でリンゴが好きなんですよ。うん、うん、知ってる？知ってる。ああ、美味しいよね。皮ごと食べる派だから俺。うん、皮の栄養ね。うん、そうそうそう、栄養が詰まってるからね。なんか好きな果物とかある？あるある。ある、後で聞くね。うん。じゃあリンゴを覚えててね、うん、で、1枚だけちょっと予言のカードを置いておきます。で、あとはまあ普通にこんな感じでそれがバーラになっております。で、裏側にこういう感じですだちとかデコポンとかシークワサーとかこんな感じで、まあ、果物のね名前を書いておきました。手書き、手書き、そう手書きなの、一筆入魂してるからはい、じゃあなんか好きな数字とマーク言ってもらっていいかな。じゃあ何でもいいよ。なんでクラブ、クラブ、三つ葉ねの、あ、三つ葉がクラブか。そう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 、あれなんだか、スペード、あ、スペードがいいの、うん、スペード何がいい、スペードのね、うん、3、スペードの 3？ あ、危ない、クラブの3、スペさん、スペさん大富豪じゃないかスペさんね、うん、スペさ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 ん、どこだ、スペさん、スペさん、これいね、スペードの3、スペードの3、いない、なかなか出てこない、あ、いてはい、ね、スペさんね。で、例えばこっち側だね、例えばすだち、デコポン、シーカス、バナナ、アケビとかね、いろいろあるよね。桃桃とかね、例えばダイヤの5とかいろいろあるじゃん。で、スペードの3を選んでもらいました。僕最初に言った好きな 数字じゃないや、果物なんて言った、リンゴ、スペードの3が、これがリンゴでございます。イエーイ、リンゴ、マジックだから、ふーん、はい、ピュー、わかんない、わかんないよね、うん、まあ、分かったらちょっと商売がねじゃあ逆に一応こういっぱい果物が書いてあるんですけど、なんか好きな、さっき桃とか叫んでたけど、桃にする？いや、あ、待って、なんだと思う言ってくれいや、マジックの趣旨変わったみたいになってるから、何？何？何？何好きな？桃の次に好きな、桃の次に好きなの？うん、ふーんじゃあ当ててみてよ、何、ドラゴンフルーツとかマニアックか、マニアックすぎるねなんだ、なんだ、サクランボ、サクランボ、うん、あ、言ってたね、サクランボ好き言ってたもんね、うん、サクランボ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 あるかな、そもそもあったよね、サクランボ、サクランボない、あったー、じゃがじゃん、サクランボってありましたね、うん、で、またね、表側ちょっとバラバラでございます、こんな感じで、で、この中からさくらんぼって選んでもらいました。さくらんぼがこれハートのエースなんですけど、うん、僕が最初から置いてた、予言してたカードの実はハートのエースなんです。うーん、なんでマジックだからねはい、ということでですね、まあ、今回珍しく解説はなしで、ただ単にやりたかっただけ、まあ、とてもですね、昔からあるですね、あの頭のいい人は考えたマジックでございます。ぜひ、そうなんだ、そうそう、頭がよくね、できてる、そうなんですよ、マジックでございまして、今回珍しくですね、実演だけちょっとやってみようかなと思ったので、解説はないんですけれども、もしよかったらですね、これ興味ある方はググっても出てこないか、興味ある方はどうすればいいかな、教えろちょっと今回はこれは教えられないかな、うん、ね、まあでもこれ自作できるやつだから、これ自作したんですよ、私。すごいよね、うん、自作したのね、一筆入魂でしょ、全部。いや、これすごいと思う、ありがとうございます。ということで、特に何もないけど、バイバイという感じでございます。あ、そう、これトランプにね、仕掛けっていうのがないんだよね、自分で作れるから。うーん、頭のいい、なんだろう、頭のいい、なんか頭のいいのがね、語彙力頭のまあだってヒントになっちゃうからね、あんまりね、言うとね、頭悪い人ですよ、はい、そうだわ、俺は頭悪いよ、うん、まあでもすごいよくできたマジックですので、もしよかったら皆さん、あの、うん、Google では検索したら出てこないと思うけど、でもなんか似たようなやつとかありそうだよね、まああるだろうね、マジックだからね、まあ何かの仕掛けになれば嬉しいです、すごい、ということで、好きな果物を皆さんコメント欄にぜひ書いてくださいということで、はい、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう、バイバイ、バイバイ箱が出てきたそう、このトランプ結構かっこいいでしょ、うん、うん、まあ紹介しないけどね、これ多分トランプ紹介だと、そうだ、はい、333って書いてある、何の意味なんだろうね、これね、ビンゴビンゴは7じゃないあ、いや、あんまりビンゴスロットでしょ、するんですよ
なんだっけ、777ってなんビンゴ、あ、それスロット、スロット大当たり、うん、ちなみに666は何だか知ってる？え、知らない。オーメンって知らない？知らない。呪われた子供みたいな。わかんない、マニアックだ。いや、マニアックか、オーメン。あれでホラー映画であるんで、オーメンって。そうなの。はい、オーメンも面白かったらコメントください。オーメンもじゃねえな。オーメン知ってる人。どんなコメントだよ。あ、すいません、尺を使ってしまった。ということで、バイバイ。バイバイ。はーい、だいたいバイバイ2回っていうね。はーい。